月面着陸計画の後を受け、政治的策略に翻弄されながらも最高の技術を集結して作られた最も精密な宇宙船はどのようにして宇宙に飛び立ち、そして墜落に至ったのでしょうか。現代の脅威、今回のテーマはスペースシャトルコロンビア号。2003年1月16日、アメリカのスペースシャトル計画の113回目のミッションに出発するため、7人の宇宙飛行士たちがケネディスペースセンターの乗員宿舎を後にしました。7人は慣例通り移動用のバンで発射台に向かいました。数々の宇宙実験を託されたスペースシャトルコロンビア号がたった今、打ち上げロケットとともに発射されました。この時コロンビア号は製造から22年を経ていました。宇宙飛行士たちはさまざまな実験を行いながら16日間の宇宙飛行を終えました。彼らの最後の任務は地球で待つ家族のもとに無事帰還することでした。信じられない、外がどんどん明るくなっていく。ああ、間違っても外には出たくないね。待てよ、何かおかしいぞ。家族や友人が見守る中、事故は着陸の数分前に起こりました。国民の皆さん、我が合衆国にとって大変痛ましい悲しい事故が起こりました。本日午前9時、ヒューストンのケネディスペースセンターとコロンビア号との通信が途絶えました。その直後、テキサスで機体の破片が確認されました。コロンビア号です。同じ乗組員として私が何よりも心情的に辛いと感じたのは、自分の妻や子供の反応を見た時でした。私の家族も相当なショックを受けていたのです。あの事故で亡くなった宇宙飛行士たちの遺族にとっては本当に耐え難い悲しみだったに違いないと思いました。クルーは皆優秀で素晴らしいチームでした。問題はスペースシャトル自体にあったのです。脆くて繊細で非常に危険な乗り物でした。コロンビア号の事故はミッション成功のためには装置、システム、スタッフの全てが重要であることを改めて示しました。2度の例外を除いてアメリカのスペースシャトル計画は順調に進み、その先駆けとなったのがコロンビア号でした。1958年の NASA の設立以来、スペースシャトルの実験も開始されました。宇宙を飛ぶ乗り物について当初から人々が理想としてきた形は、飛行機のように離陸することができ、極超音速の軌道速度まで加速し、宇宙飛行が終わった後は再び飛行機のように着陸できるというもので、現在の機体のように繰り返し使えることも条件でした。しかし1961年ケネディ大統領は緊急の目標を掲げました。月面への着陸と乗組員の帰還を実現します。ソ連に先んじるため、製造が容易な使い捨て型の宇宙船の開発が優先されました。しかしその7年後、ベトナム戦争の影響で NASA の予算は削減されます。宇宙開発にも経済的な手段を取る必要が生じたのです。そして1969年、ニール・アームストロングとバズ・オルドリンによる人類初の月面着陸が成功した後、再使用できる宇宙船の研究が再開されました。この時 NASA が本当に実現を目指していた計画は、再使用が可能な飛行体を2機製造することでした。この当時の NASA のイメージ映像には、一組の有人宇宙船が描写されています。サイズ、パワーともに大きい方の機体は
小型機を乗せて軌道速度まで加速し、切り離した後地球に戻り、通常の滑走路に着陸します。小型機は自力でさらに加速し軌道に入ります。しかし製造費が高すぎて、このアイデアは実現不可能だと言われました。新型機を2機も開発する余裕はなかったからです。計画を進める一方で、ベトナム戦争への出費が増え続け、経済的にはさらに厳しい状況になりました。また有権者や政治家の多くはアメリカ国内の問題を重視し、宇宙計画そのものの廃止を望んでいました。しかしニクソン大統領の側近はこの計画の続行を進めたのです。大統領顧問だったジョン・アーリックマンはニクソンにこんな提案をしたそうです。この宇宙船は再使用が可能で、宇宙軌道に乗ってまた戻ってきます。アメリカがこの宇宙船を使えば、ソ連の衛星を捕獲して持ち帰ってくることができるのです。ニクソンはこのアイデアを大変気に入って賛成しました。その目的では使われませんでしたが、いい口実になったのです。ニクソンを動かした人物がもう一人います。1971年の夏に当時行政管理予算局の次長を務めていたキャスター・ワインバーガーという人物がある文書を作成し、ニクソンに提出しました。そこにはこう記されていました。ぜひとも NASA が進めているスペースシャトル計画を成功させなければなりません。なぜならば、我がアメリカ合衆国が人類に利益をもたらし、世界をリードする存在であることを今こそ証明する必要があるからです。このワインバーガーの提言書を読んだニクソンは、その文書の上にこう書き込みました。私も同感だと。こうしてスペースシャトル計画の続行が決定されたというわけです。1972年4月21日、政府のこの決定は宇宙管制センターを通じて月面探索中のアポロ16号に乗ったジョン・ヤング船長にも伝えられました。昨日の議会で宇宙開発に関する予算が可決されました。スペースシャトル計画も続行です。それは素晴らしい。 NASA はきっとスペースシャトルを手放せなくなるぞ。このニュースに歓喜の声を上げたヤングでしたが、その9年後、彼自身がスペースシャトルの初飛行に参加することになるとは夢にも思っていませんでした。しかしそこに行き着くまでには、シャトル建造に関する数々の技術的な問題が待ち構えていました。現在のスペースシャトルのデザインは1972年にアメリカ議会が承認したものとほとんど同じです。オービターと呼ばれるシャトルの本体部分はロケット、宇宙船、飛行機の機能を備え、全長は37メートル、翼の幅は23メートルです。オービター後部には3機のメインエンジンがあり、燃料である680トンの液体水素と液体酸素は長さ45メートルのオレンジ色の外部タンクに収容されます。3機のエンジンが点火されると、まるで砂利道を車で走る時のような揺れと衝撃を感じます。全長45メートルの固体燃料を積んだ2機のロケットブースターも同時に点火します。ブースターの出力4400万馬力は機関車1万5000台分に相当します。ブースターが点火すると、今度はバイクで線路を走るような揺れを感じます。発射から2分後、時速5000キロに達するとブースターのエンジンの燃焼は終了し、オービターから切り離されます。切り離しの瞬間にもわずかな振動があり、ブースターは海に落ちます。ブースターは船の牽引によって回収され、再び使用されます。シャトルは地上から80キロほど上空で燃料を使い果たし、メインエンジンが停止します。燃料タンクはオービターから切り離され、落下時に発生する高温により破壊されます。これが唯一の消耗品です。これ以降はパイロットが小型エンジンを使って機体を軌道に乗せるのです。発射から8分後、オービターは時速2万8000キロで地球の周りを飛行し始めます。地球に帰還するには、大気圏に突入する際の1600度近い高温に耐えなくてはなりません。
その後オービターはエンジンの力を必要としないグライダーとなって滑空し、専用の滑走路に着陸するのです。現代の技術力から見ても非常に水準の高い乗り物だと言えますが、このスペースシャトルが設計された70年代初頭にはパソコンはもちろん、デジタル時計や留守番電話機さえ存在していなかったのです。スペースシャトルの開発は月面着陸と同じくらい困難な仕事でした。新しい技術を一から作る作業で、時には NASA のエンジニアたちでさえも行き詰まり、必要な機能は分かっていても、そこに行き着く方法が分からなかったのです。シャトルの開発に携わった人数は5万人を超え、47の州にまたがる数百の請負業者が協力しました。ユタ州ブリガムシティのチオコール社では、ロケットブースターの製造とエンジン点火実験が行われました。本体の成形には溶接を使わないリングローリング鍛造法が採用されました。ブースターは11の区分からなり、それぞれが鋼鉄のピンで結合されました。ニューオーリンズのマーティン・マリエッタ社は外部タンクの製造を行いました。燃料の液体窒素はマイナス200度を下回るため、タンクの外側には吹き付け式の絶縁体が使われました。発射台があるフロリダは湿度が高く、そのままでは表面に氷が張るのです。また最も困難なオービターの製造は南カリフォルニアのロックウェルインターナショナル社が請け負い、中でもシャトルのメインエンジンの開発は同社のロケットダイン部門に任されました。シャトル全体では実に250万個の部品が必要で、1000以上の配管弁と1400の回路遮断機、370キロメートルのケーブルが使用されました。計画が始まった当初はこれが実現可能なのか、いつも半信半疑でした。その訳はあまりにも多くのことを一度に並行して進めなければならなかったからです。精神的にも技術的にもそれは不可能でした。そこで毎年目標を決めて取り組みました。1976年9月17日の朝、ロックウェル社は人類を未来に一歩近づけました。まだ宇宙までは飛べないものの、訓練用のオービターがカリフォルニアの工場で完成したのです。テレビドラマのスタートレックにちなんでエンタープライズ号と名付けられました。翌年の8月には、宇宙飛行士のフレッド・ヘイズとゴードン・フラートンがこのエンタープライズ号に乗り込み、特別仕様の747型ジャンボジェット機に搭載した重さ68トンのオービターを滑空させる実験が行われました。着地を成功させるチャンスは一度しかありませんでした。上空7300メートルでジェット機と連結させていたボルトを外すと、ジェット機の方向転換とともにエンタープライズ号はまっすぐに上昇しました。5分後、ヘイズは所定の滑走路に完璧な着地をしてみせました。この実験でオービターのグライダーとしての機能は証明されましたが、宇宙船として期待されていた次のコロンビア号はその時2つの問題に直面していました。その一つは最も複雑なエンジンと言われた3機のメインエンジンです。再使用が可能なエンジンという条件が開発の進行を遅らせる障壁となっていたのです。実際このロケットエンジンは55回使用されましたが、それ以前のエンジンは全て1回ごとに使い捨てでした。それに加えてエンジンの大幅な軽量化も必須課題でした。もちろん強大なパワーも不可欠で、必要とされていた出力はフーバーダムの23倍に相当しました。タービンブレードの大きさはせいぜい切手1枚分ほどしかありませんでしたが、それぞれ600馬力の出力がありました。しかし実験でタービンブレードやノズルが高圧と振動によって破損することが分かりました。溶接に使用していたワイヤーの品質が低く、溶接部分の強度が十分でなかったためです。これを上質のワイヤーに変え、調整を加えることでエンジンの性能は上がりました。
2つ目の問題は通称 TPS と呼ばれる熱遮断システムでした。 TPS は帰還する際オービターを高熱から守ります。これには3種類の素材が使われており、最も高温となる機首と翼のヘリの部分には補強されたカーボンパネルが装着されました。そして最も影響が少ない機体上部には耐炎性素材が使われました。しかし最大の問題は最も面積が広い機体の底と側面の部分の保護でした。この部分には軽量で耐熱性に優れたセラミックタイルが3万1000枚貼られることになりました。しかしアルミの機体に貼り付ける接着剤が問題でした。セラミックという素材は顕微鏡で拡大してみるとその 97% は空洞で空っぽです。セラミックは砂を熱で加工し、より合わせて表面を加工したものなのです。最初にオービターの機体に装着した時にはタイルが割れてしまったのですが、その原因は分かりませんでした。1979年5月、アメリカ各地から選ばれた優秀な専門家たちが問題解決のために集まりました。同時にスケジュールの遅れを出さないよう、 NASA はタイルが剥がれたままのコロンビア号をケネディ宇宙センターに移送しました。そして半年後、機体への接着力を高めるためタイルの裏側に特別なコーティングを施すという解決策が見つかったのです。1980年の末まで技術者たちは3万759枚のタイルを成形して貼り付け、防水加工を施す作業に追われました。1981年春、最も精密で高価な乗り物コロンビア号がついに完成の日を迎えます。毎回スペースシャトルが軌道飛行を始める前には、ケネディスペースセンターでロケット打ち上げという一大イベントが行われます。シャトルは96個の車輪がついた運搬装置に乗って格納庫から高さ160メートルの整備組み立て棟へ運ばれます。これはアポロ時代にサターン5型ロケット用に作られたものです。コロンビア号がここを通ったのは1980年11月でした。初めてコロンビア号が何年にも及ぶ工程を経て VAB と呼ばれる整備組み立て棟へ移動した時、数千人の人々がわずかな距離を移動するだけのシャトルを見るために集まりました。集まったのはタイルを張った技術者たちやシステムを作ったエンジニアたち、部品の調達や計算を行ったスタッフたちで、シャトル完成のために奔走した人々でした。整備組み立て棟の中には前もって運び込まれたロケットブースターと燃料タンクがあり、垂直に立てられた状態で互いに固定されています。オービターは2機のクレーンによって垂直に燃料タンクの上部まで引き上げられます。そこで位置を調整し、慎重に下ろしながらタンクに固定されます。次に重さ2700トンのシャトルクローラーと呼ばれる巨大な運搬装置が、組み立てが完了したロケットとシャトルを発射台まで運びます。クローラーは時速 1.5 キロでゆっくり前進します。初めてのミッション STS-1 のためにコロンビア号が発射台に着いたのは発射の4ヶ月前にあたる1980年12月31日でした。コロンビア号の発射前の点検作業はそれまでのものとは全く様子が異なっていました。それ以前の宇宙船の主な発射前の点検といえば、コックピットの中のスイッチの確認などといった人の手による作業でした。しかしコロンビア号にコンピューターが搭載されたことで、地上にいながらにして行うコンピューター操作の確認が点検の大部分を占めるようになったのです。当然コンピューター操作はエンジニアたちにとって必須課題となり、計算弱に慣れ親しんできた世代にとっては特に大変だったようです。コンピューターはエンジンやロケットブースターの点火の際に重要な役割を果たします。空軍が議会に報告したところによると、
ロケットブースターを原因とする事故が起こる可能性が30回に1回もあったそうです。大変残念な報告ですが、それは空軍が実験を繰り返した結果出された数値でした。 STS-1 には不明な点が多くありました。リスクが大きいことを知りながら彼らは勇敢にもシャトルに乗り込んだのです。選出されたのは経験豊かな宇宙飛行士たちでした。コロンビア号の船長を務めるジョン・ヤングはジェミニに2度、アポロに2度搭乗した経験がありました。パイロットのボブ・クリッペンはアポロ時代の宇宙飛行士で、ジェット機の操縦経験は4000時間を超えていましたが、宇宙飛行に出るのは初めてでした。1981年4月12日、恒例となった出発前の朝食を撮る2人の映像です。この数時間後、彼らは事前に無人軌道飛行テストを行っていない乗り物で宇宙に飛び立ったのです。アポロが発射される時と同じ感覚でした。75年からコロンビア号の完成まで6年間人類は宇宙飛行をしていなかったのですから、誰もが打ち上げを楽しみにしていましたが、同時に不安も感じていました。エンジンは問題なく動くのか、貼り付けたタイルは断熱材の役目を果たすのかといった不安です。メインエンジン点火、エンジンに点火しました。アメリカ初のスペースシャトルが今発射されました。打ち上げは成功です。上昇の途中でクリッペンとヤングは何らかの破片が飛ぶのを目撃しました。これは後に外部の燃料タンクから発生した氷であったことが判明します。それ自体は問題のない現象でしたが、これが後の墜落事故に大きく関わってくることになります。ブースターを切り離した。了解。打ち上げは成功でした。軌道飛行に入るとまず長さ18メートルの搭載機器室のドアを開ける作業を行いました。宇宙での初めての操作です。今第一ドアを開けている。続けてくれ。内側には機体を冷却するためのラジエーターがあり、シャトルの飛行にとって迅速にドアを開けることが重要となります。ドアは無事開きました。しかしその時カメラに映し出されたエンジンポッドに損傷ができていたことが分かったのです。映像を見るとエンジンポッドのタイルが何枚か剥がれ落ちているのが分かる。まず右側のポッドから3枚のタイルと何か小さな破片が落ちているようだ。左側のポッドには何枚かまとめて落ちた部分が2箇所ある。一つは四角形、もう一つは三角形に見える。この報告を受けた NASA は、損傷を受けたのは機体の底の黒いタイルではなく側面の白いタイルなので安全性に問題はないと結論付けました。しかしこれは底の部分は損傷を受けていないという仮定に基づいた話で、それを確認する方法はありませんでした。2日後コロンビア号は翼をつけた宇宙船としては初めて宇宙からの帰還と滑走路への着陸に挑みました。ジョン、みんなついてるぞ。地上では世紀の瞬間を目撃しようと50万の人々が着陸地となるエドワーズ空軍基地に向かって10キロ近い列を作っていました。コロンビア号が大気圏に突入する際、ちょうど20分間センターとの通信が途絶えることになっていました。全てが予定通りに進みましたが、彼らの声を聞くまで誰にも確信はありませんでした。特にスタッフたちにとって気がかりだったのは、打ち上げの時に剥がれ落ちたタイルのことでした。もしそこから火災が発生したら、中にいる乗員はどうなってしまうのかと心配したのです。おお、カリフォルニアだ。レーダーに機影が映り、コロンビア号が発する轟音が鳴り響くのが聞こえました。遠くにその姿を見たジャーナリストのウォルター・クロンカイトはため息をつき、カメラに向かってこう言ったのです。帰ってきました。着陸後ヤングは簡単な診察を受けるため機内で待機することになっていました。
ところが彼はすぐにシャトルから降りてきたのです。後にヤングはこう語りました。多くの人が技術的、統計学的な観点からこのミッションは不可能だという結論に達していました。理由の一つは機体の底のタイルが剥がれているかもしれないという問題でしたが、底のタイルは無傷でした。これは全て人々の努力の結果です。その後15ヶ月の間にコロンビア号は3度の宇宙飛行を行い、システムや軌道の修正を行いました。1982年11月11日初めて本格的なミッションを受けた5度目のフライトでは、乗員4名による宇宙飛行という新記録も作りました。新たに3機のスペースシャトルが製造され、いよいよ宇宙旅行が日常的になるかと思われた矢先、思わぬ事故が起こってしまいます。スペースシャトル計画が始まってから22年、最も長い時間オービターにいたのはストーリー・マズグレーブでした。96年11月には6度目の、そして最後の任務を受けてコロンビア号に搭乗し、全てのシャトルに乗った唯一の人物になりました。当時の61歳という年齢も宇宙に行った人の最高齢で、98年にジョン・グレンが77歳でディスカバリー号に乗るまでは世界記録でした。しかしアポロ時代から NASA で働き、シャトルの開発にも大きく貢献してきたマズグレーブさんにとって、再使用可能な宇宙船での飛行はすでに日常生活の一部でした。スペースシャトルに乗ることが怖くなかったといえば、それは嘘になります。しかし危険だから、リスクが高いからといって何もしなければ、宇宙飛行士として何も達成することができなかったでしょう。もし選べたなら、マーキュリーやジェミニやアポロなどのシャトルの10倍も100倍も安全な宇宙船に乗っていたと思います。1980年代の初めまでシャトルは順調にミッションを達成していました。滑走路の先に見えているのはスペースシャトルチャレンジャー号です。747型機に乗って宇宙への一歩を踏み出そうとしているところです。9月に予定されている宇宙旅行に向けてフロリダへと飛び立ちます。 NASA は1983年のチャレンジャー号に続き、84年にディスカバリー号、85年にはアトランティス号を完成させ、シャトルの打ち上げ計画を加速させていきました。飛行機と同じようにというのが当初の目標でしたが、それはまず不可能でした。でも1年で25回、2週間に1回のペースなら打ち上げは可能でした。それが実現すれば素晴らしいことですが、簡単ではありませんでした。そのため85年の初めから NASA は打ち上げ計画をどんどん早めていったのです。この年の打ち上げ回数は例年に比べ格段に増えています。1986年も同じペースで計画が立てられ、まず1月にコロンビア号の打ち上げが決まっていました。これはすでに7回も延期されてきたミッションで、フロリダ州のビル・ネルソン上院議員を含む4名の飛行士が搭乗予定でした。危険であったことが確認されて初めて NASA は4つのミッションを急遽中止にしたのです。準備完了。オービターのコンピューターは中止だ。中止だ。この時は発射のわずか31秒前に技術者の不注意により8トンの液体酸素が外部燃料タンクから漏れていたことが分かり、打ち上げは中止となったのです。もしあのまま打ち上げが行われていたら、シャトルは燃料不足で軌道速度まで加速することができずに、フート・ギブソン船長は燃料を満載したコロンビア号を急遽着陸させなければならなかったでしょう。緊急着陸地に決められていたセネガルのダカールにある滑走路は長さ3000メートルで、その先は大西洋を望む断崖になっていました。1月12日コロンビア号はついに6日間のミッションに飛び立ちました。そして教師のクリスタ・マコーリフさんたちが乗るチャレンジャー号の打ち上げはその期間からわずか4日後でした。どの教師よりも万全に準備をした状態で2つの授業を行いたいと思ってきました。そのため9月から準備を始め、今はただ皆さんが
クリスタ・マコーリフさんが行う授業の様子は宇宙から中継される予定でした。そして文字通り世界中の子どもたちが彼女の授業を受けるはずだったのです。打ち上げの間隔がこれほど短かったことは過去にはありませんでした。しかし天候不順などによりチャレンジャー号の打ち上げは6日遅れの1月28日となりました。当日の気温は摂氏2度で、これはそれまでの打ち上げ時の最低気温を10度近く下回っており、発射台にはつららが見られるほどでした。クルーが出発前の朝食をとっている頃、エンジニアたちは気温が低すぎるためブースターの結合部分に致命的な損傷が起こる可能性があることを NASA に報告しました。その時にエンジニアたちが出した警告の内容はデータに基づいた結論ではなく常識的にも分かることでした。発射台に50センチ近いつららができていたら普通誰でも危険を感じ打ち上げを思いとどまってやめにします。しかし打ち上げは決行されました。そして73秒後世界の子どもたちがテレビを通じて見守る中、アメリカの宇宙計画史上最悪の爆発事故が起こったのです。事故原因として挙げられたのはロケットブースターの設計ミスと安全より経費削減やスケジュールを優先させた NASA の管理体制でした。シャトルの打ち上げはその後32ヶ月間中止されます。コロンビア号と他の2機のシャトルはカリフォルニアの製造工場に送り返され、200以上の改良と調整を受けました。ロケットブースターのデザインも大幅に改善され、メインエンジンの性能も向上しました。また1992年に完成予定のスペースシャトルエンデバー号の製造も始まりました。しかし最も印象的な変化はNASA の安全管理や意思決定システムに関する大掛かりな体質改善でした。再び意思決定の主権がエンジニアにあることが決められ、専門知識を持たない人々からの圧力を受けなくなったのです。打ち上げに関する責任は打ち上げ監督に、ミッション実行の責任はミッションコントロールにあるのです。私は自分のチームを信じていました。90年代コロンビア号は16回のミッションの中で衛星の打ち上げや数百種に及ぶ宇宙空間での実験研究などを行い、宇宙の謎の解明に貢献しました。2002年3月1日には宇宙にあるハッブル望遠鏡の修理も行いました。その他撮影範囲が2倍、解析度が5倍の新型カメラを取り付ける作業にも成功しました。一方地球上ではコロンビア号の次のミッションで様々な科学実験が行われることが決定していました。コロンビア号最後の旅でした。シャトル計画には世界の宇宙飛行士が参加しています。コロンビア号にはこれまでドイツ、カナダ、イタリア、ウクライナ、日本の飛行士が搭乗しました。1998年にはイスラエル初の宇宙飛行士がコロンビア号に乗るためヒューストンに移住しました。イラン・ラモンはホロコーストを生き抜いた母を持ち、自身は4人の子供を持つイスラエル空軍のパイロットでした。チームの仲間は第二の家族でした。船長であるリック・ハズバンドは2人の幼い子供を持つ空軍のテストパイロットで、これが2回目のシャトル登場でした。パイロットのウィリアム・マコールは3人の子供を持つ海軍の戦闘機パイロットで、シャトルには初登場でした。ペイロードコマンダーのマイケル・アンダーソンは空軍パイロットで子供が2人、シャトルに乗るのは2度目でした。ミッションスペシャリストのカルパナ・チャウラはインド生まれで、仲間には KC の愛称で親しまれていました。航空技師そしてパイロットでもある彼女は2度目のシャトル登場でした。同じミッションスペシャリストのデビッド・ブラウンは唯一独身で、医学博士、海軍パイロット、航空軍医、そしてサーカス曲芸師という多彩な経歴を持ち、シャトルへの登場は初めてでした。
同じくミッションスペシャリストのローレル・クラークは小児科医、航空軍医の資格を持つ海軍中佐で、一児の母である彼女もシャトルへの搭乗は初めてでした。もちろん乗組員たち全員がこのミッションを楽しみにしていました。どのミッションもそうですが、特にこの時は純粋に科学の研究を目的とした宇宙飛行だったので、彼らは高い意欲を持っていました。16日間のミッションで80以上の実験が予定されていました。実験結果は前立腺がんや骨がん、腎臓結石の治療や睡眠パターンの研究などに役立てられることになっていました。2003年1月16日午前10時39分、7人の飛行士たちは宇宙へと飛び立ちました。打ち上げの際も上昇中も異常は見られず、コロンビア号は予定通り軌道に入ります。しかし数日後、 NASA が出発時の映像を確認したところ、発射から81秒後、高度1万8000メートルの地点で外部の燃料タンクから断熱材が剥がれ、左の翼のヘリにあるパネルを直撃していたことが分かったのです。再突入の時には摂氏1600度を超える部分です。コロンビア号は初飛行の時も断熱タイルが剥がれましたが、安全に問題はないと判断されました。しかし今回は違いました。剥がれた断熱材は軽量でしたが、長さは90センチで、シャトルのスピードは時速800キロを超えていたのです。重さ自体は牛乳パックの 1.5 倍ほどでしたが、それを時速800キロで顔にぶつけたら頭が飛びます。チームが宇宙での実験を続ける一方で、 NASA ではこの損傷により再突入の際に翼が壊れ墜落の可能性もあるという報告を行いました。しかしそれは最悪の条件に基づいた結論だと考えられ、特別な安全措置は取られませんでした。コロンビア号にも異常は見られず、飛行士たちは宇宙旅行を楽しんでいました。地球の皆さん、おはようございます。元気ですか？そして特に愛する妻ローナに向けて、おはようと言いたいですね。ほら、野球だ。無重力の野球です。大球を投げました。イラン、取ってくれよ。オーバーヘッドだ。すごいわ、やるじゃないの、ウィリー。2003年2月1日の朝、チームは帰還の準備を始めました。プラズマが発生しているようだ。機体の前方に広がっているのが見える。ハワイのやや北方の上空12万メートル地点からコロンビア号は大気圏に突入しました。まもなく大気との摩擦熱によりオービターを覆う断熱材がオレンジ色に変色し始めました。信じられない、外がどんどん明るくなっていく。ああ、間違っても外には出たくないね。待てよ、何かおかしいぞ。フロリダへの着陸予定時間の23分前、サンフランシスコ上空のコロンビア号をモニターで見た NASA 本部は初めて異常に気づきます。ヒューストン、機体の左側に設置された4つの温度センサーが計測不能になっている。左側の翼の温度変化がわからない状態でした。しかし再突入の際に温度センサーが故障するのはよくあることで、重大には受け止められませんでした。しかしその後、他のセンサーも計測不能になり、左側の着陸装置の温度は15度上昇しました。どうやら左側のタイヤの圧力が両方とも増加しているようだ。ヒューストン、タイヤの圧力ですがこちらでは確認できません。ケーキの故障ですか？いや、ケーキには問題はないと思う。着陸予定時刻の16分前、シャトルとの交信は突然途絶えました。コロンビア号はテキサス北部の上空を音速の18倍のスピードで飛んでいました。コロンビア号、こちらヒューストン、応答せよ。
NASA がコロンビア号との交信再開に手を尽くしていた頃、テキサスやルイジアナの住民は上空から轟音とともに落下してくる奇妙な炎の塊を目撃していました。フライトディレクター、ディレクター、ドアをロックするんだ。了解。午前9時29分、フライトディレクターのリロイ・ケインはシャトルの墜落を意味する不測の事態が起こったと宣言しました。管制センターは閉鎖されました。電話の使用は禁止され、コロンビア号のフライトに関する記録は全て保存されました。数分後には機体の回収作業が始まり、その範囲はテキサスからルイジアナにかけて7200平方キロに及びました。数ヶ月に及ぶ調査の結果、事故原因調査委員会は再突入の際に左翼の破損部分から高温のガスが入り、それによってアルミニウムの気体が溶けたと結論付けました。発射時に剥がれた断熱材が破損の原因でした。委員会は窒素ガスの大砲を使って断熱材の衝突を再現する実験を行いました。剥がれた断熱材は翼に対して直角には当たりませんでしたが、その衝撃で十分に破損を招く可能性のある直径40センチの穴が開いたのです。委員会はこの調査結果に基づいて、以後燃料タンクの断熱材を剥がれにくいものに改良するよう指示しました。また飛行士が宇宙で断熱材の補修を行えるよう訓練することや、発射時の様子が詳細に分かる映像を残すことなども提案しました。残ったスペースシャトルは国際的な宇宙開発計画の要として、少なくともあと10年は使用される予定です。新しいシャトルの製造については現在検討中で、実現の見通しは立っていません。コロンビア号の大惨事の後、ケネディスペースセンターの滑走路で追悼式が行われました。最初の乗組員だったボブ・クリッペンさんはこう述べました。コロンビア号は何百万キロを飛行し、27回に及ぶ再突入を乗り越えてきました。事故が起きた時も最後まで乗組員たちの安全な帰還を諦めなかったことでしょう。実に残念です。オービターには全て偉大な探検船の名前が付けられています。未知の探求がその使命だからです。コロンビア号はその開発から関わってきた私たちにとっては素晴らしいシャトルでした。老朽化を指摘する声もありましたが、まだ寿命のほんの4分の1を超えたに過ぎませんでした。今後の活躍も期待されていたのです。コロンビア号と乗組員たちはその絶頂期に命を絶たれました。今私たちが感じている深い悲しみは時とともに和らぐでしょうが、忘れはしません。さらばリック、ウィリー、ケイシー、マイク、ローレル、デイブ、イラン、そしてコロンビア。